あれもう始まったな、はい、ということでやっていきましょう。8番出口でございますよと、間違い探し的な脱出ゲーム的な感じのゲームでございますよと。でおっさんが歩いてきてます。あ、ちょっと待って、これはい設定してきました。良くなったかな。モーションブラーとか切ったりとかしたんですが、はい。でこのゲームについてですね、あなたは無限に続く地下通路に閉じ込められている。周囲を確認し8番出口までたどり着こうと。でルールとして異変を見逃さないこと、異変を見つけたらすぐに引っ返すこと、異変が見つからなかったら引っ返さないこと、8番出口から外に出ることとあります。まあ非常にシンプルなゲームではございますが、異変があったらば引き返せっつって、何がどう異変なんだろうかね。もうすでに異変があるのか。おっさん以外全然人が来ないけれども、それは異変に含まれねえのかな。なんかこの辺が変わってるとか、そういうことなのかな。うん、なんかパッと見た感じはおっさん以外来ないっていうこと以外は特に異変らしい異変っていうのもないけれども、向こう側に行ったらダメなのかな。向こう側が出口8番。基本的にはだから何の異変もなければこちら側に進んでいけばいいと。で異変があるぞって感じたらば引き返せばいいってことだよね。おっさん以外が来ねえっていうことは異変に含まれねえのかな。早速引き返してみるか。おっさん展示ブロックの上に立ち止まってすげえ邪魔だな。スマホを何か操作しているけれども何かを見ているわけでもない。やべえなこいつ、靴下も履いてない。カバンを持って、まあ髪の毛がちょっと薄いっていうこと以外は特に異変もないけれども、どうなんだろう。このおっさん自身が異変だけどな。これ引っ返すとどうなる。あ、走れるね。あループしてんな。やっぱ完全に閉じ込められちゃってんだこれ。これこっち側に、あ、おっさんはいねえな。あー、なるほど。ん？とりあえずは普通に進んでいけばいいのかな。あ、やばい、おっさん来たな。ここは何なんだ。もうすでに異変は始まってんのかな。さっきのおっさんだよねこれね。でおそらくはこういうところがなんか変わってるんだろうな。何かかしらが異変、なんか別に変なところっていうのはないと思うけど、うん、なんかこの辺を覚えていって次のループ先で何か違いがあるとかそういうこと。ここにも禁煙のやつがある。カメラ、こういうの数とかも覚えなくちゃいけないのかな。電気の数とか12345678910112。これどっからどこまでの範囲だ。こっちかもか。あれ俺今いくつまで数えたっけちょっと待って俺数とかさやばいな、弱えかもしれねえ。これもさ今これだと木曜日と日曜日休みのあと土曜日は半休か。この辺が微妙に変わってるとかそういうあれだとすげえ無理かもしれねえな。アルバイトパート大募集。ただまあ言って俺もあの歯医者に行くと結構褒められる系男子なので、うん、あのとてもおとなしくて治療しやすかったですみたいな感じ褒められる系男子なんで、まあ、歯医者、そうか。で、これは時給が1000円。深夜だと1100円以上か。なるほどね。これも1110円以上に変わってるとか、そういう違いも出てきそうだな。で、犬。これなんだっけ？コーギーだっけ？コーギーのブルドッグなのかな？で、パグ、ゴールデンレトリバー、こいつなんだっけ？プードルだっけ？プードルのでリアルなポメラニアン3000円5000円と。
どこまで覚えればいいんだろうね。こんな細かいところ変わるかな。こんな細かいの変わったら俺わかんねえぞ。もうだってこれ完全にウォーリーを探せでしょ。あ、ウォーリーっぽいやついるけど、これは違うのかな。突然訴えられたっつってな。借金があり自己破産したい。友人にお金を貸したが返してくれない。会社法人登記を変更したい。うわ、これしかももう下の方見えねえし。いや、そんな細かいとこか。こいつすごいね。眉毛からなんか生えてるな。花が生えてる。上下で下は白黒だけど、一つだけ茶色の瞳、あとは全部カラフル。ああ、2023年12月5日から12月17日となっている。これ誰の足跡？足跡じゃない、足音。なんか俺以外の足音が聞こえるような気がするんだけど、おっさん？ほら今止まってんのに。怖っ。10月10日全席指定で3000円。はあ、うわこれまた写真が一部だけ変わってるとかもありそうだね。覚えとこうか。青赤黄色青赤黄色で覚えとこうか。で防犯カメラ作動中とね。清掃員詰所消火栓、従業員専用。これも扉が左右違ってるとか入れ替わってるとかそういうのもありそうだな。でなんか空気孔的な換気扇的な感じのやつがあって、分電盤があると。で向こうに行くと地下広場、屋根裏に続きそうな感じの蓋があって、監視カメラが3つかな。一番向こうの右角にもあるね。でこれどこまで覚えればいいんだ。こっちかはまあ言って何もねえのかな。急に失踪だもんね。あ、いるな。おっさん何なんだろうな。おっさんも覚えとくか。まあ言ってそこまで特徴のある顔ではないが、眉毛がちょっとゲジゲジしてて、ヒゲも生えてて、口ひげあって、青だか白っぽい、水色だか白っぽい感じのシャツに黒のパンツと、で灰色の靴に靴下履いてないと、OK、で黒のカバンね。で画面のついてないスマホ、OK、これはまあちょっと異変があるのかないのかっていうのはよくわかんねえから、これシミとかも若干あるけどさそんなこと言い出したらキリないよね。白タイル4つあって、点字ブロックがあって、こっち側が8個白タイルね、OK。これはまあとりあえず異変ないものとしてこっち書いてみようか。なんか変わってる？別に異変ないよね。でこれ曲がるとまたループしてるってことかな。あー、ループしてるな。でおっさんが来た。いや何か違うかな。これタバコの色こんな風だったっけ。ちょっと青っぽかったっけ。そんな違いなのかな。おっさんはスマホ持ってて、カバン持ってて、靴下履いてないし、ハゲかけ、OK。あ、ちょっと待って。ヒゲは？ヒゲあるね、OK。そんな細かい違いじゃないのかな？もっとバーンと変わるのかな？例えばこれ、一部分が変わるとかではなく、ポスターそのものが全部ガラッと変わるとかさ。そういうことなのかな。そういうそれぐらいの異変であってほしいよね。言ってプレイ時間がさ15分から60分っていう風になってるから、そこまで難しいやつではないと思うんだよ。だからもしかしたらこうやってもっとなんか軽くチャーッと見ていくだけの感覚でいいかもしれない。で地下広場ね、従業員の清掃員、消火栓で向こう側が分電盤だよね。 OK、 多分大丈夫。正解なのか正解じゃないのかも分かんねえな。永遠とループしてる。そして足音がなんか全然違うな。ずれて聞こえてくるぞ。違いは特にないような気がするけれども、ポスターも大丈夫だよね。大丈夫。
カバン持ってるし、ヒゲもあるし、大丈夫だね。分電盤に従業員専用に清掃に詰めしょう。いやー大丈夫だと思うけどね。てか異変が起こらないような、起こってないような気がする。あ、ん、なんだ、あ、こんなんなかったよね。出口ゼロ。あ、ん、あ、こっからスタートかな。あ、これルールですね。異変を見逃さないこと、異変を見つけたら、すぐに引き返すこと、異変が見つからなかったら引き返さないこと、8番出口から外に出ること。今までのはあれか、モデルみたいな感じか。向こう側にあったのが正規のやつだから、それを元に間違いを見つけてねみたいな、そんな感じかな。こっからスタートだろ。どう？あれ？なんかおっさんでかくない？これでかいような気がする。でかくない？これほら明らかにでかいよね。いや、うん、絶対でかいと思う。これこれ異変だな。だって手伸ばしたらこれ、こいつ多分天井に手届くぞ。何の変哲もないおっさんだと思ったけど、こんなポテンシャルを秘めてたのか。で、これで引き返せばいいってことでしょ。あ、出口1位になってる。こ、あ、止まってるな。止まったな。これ正解ってこと？おそらく正解だよね。あのおっさん完全に異変というか、もはや違和感というか、完全な間違いというか。あ、ほら、全然違うもん、おっさん。あれぐらいのサイズ感だよ。そうか、でもあれぐらいの、なんだろうな、分かりやすい、あれぐらい分かりやすい辺だったらば大丈夫だと思う。うんうんうん、手伸ばしても全然天井につかなそうな身長だもんな。オッケーオッケー。うん、うん、異変、あ、逆さまです。これも異変でしょ。あ、これもそうだね。こっちか、看板が完全に逆さまになってるわ。オッケー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 、見つけた見つけた。看板も変わると、そうするとこれが、ああ、いいね、2位になってる。いいよ、これ一発クリアいけるんじゃねえか。これぐらいの、これぐらいの感じの間違いだったら。はいはい、看板は大丈夫。おっさんもでかくない。これポスター変わんのかな。もっと細かいところ見てった方がいいのかな。まあいいか。でもそれで間違えたら都度修正していけばいいんだよな。うっ、なに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 、あ、開いた。怖っ。え、暗、なに、え、ここなんだっけ。清掃員詰め所だったよね。怖っ。これは異変です。逃げます。あー、びっくりした。 OK、 いいよ。3、急に急に異変が押し寄せてくるな。はいはいはい、おっさんは変わりない。タバコも大丈夫。看板も逆じゃない。さっきまで閉まってたやつが急に開いたんかな、あれ。そうだよね、音でびっくりしたもんな。おっさんも変わりないと。 OK、 いいよ。展示ブロック大丈夫。ポスター大丈夫だと思うけどね。開かない、大丈夫だね。開かないで。あれ、なんか、あ、お、お、これ目動いたよね今。ほらほら動いてる。いや、なんかさ、今さ、この目の縁っていうの、縁部分がなんかギザギザだなと思ったんだけど、そんな異変よりももっと明確に目が動いてくれたわ、これ完全に異変です。異変尽くしたな。てかもうこれ見ずに引き返しても正解まであるぞ。4、多分次も見ずに引き返してもいいレベルだと思う。だって一生異変起きるんだもん。あ、異変がなかったらまっすぐ行くんだよな。っていうことはだから異変がないパターンもあるってことだよね。これ別に引き返し、いや、うーん、そうだよな、異変がないパターンもあるんだよな。じゃなかったら間違い探しじゃねえもんな。え、この足音何？
怖えんだが。ほら、歩いてないのに足音が鳴ってるような気がする。怖いな。急に開きそうで。看板異変なし、ポスターも多分異変なし。え、大丈夫だよな。え、異変ないよね、何も。扉が開いたとかもない。カメラも1、2、3あるね。ちょっと照明の数は見てないけど、多分パッと見で分かるような異変だと思うんだよな。多分大丈夫。これでいくつだっけ、 5？ あ、いいね、 OK。 これぐらいの感覚でいけるな。あれ、楽勝なのでは。これもしかして、おっさん大きくない、看板逆さまじゃない、ポスターもパッと見異変はない、分電盤、おっさん大丈夫だね、 OK。 清掃員専用、あ、違う、なんだ、従業員専用の清掃員詰め所。怖っ。これ開けれねえか、開けれねえよな。あー、それさっきさ、扉が開いた時行ってみればよかったね。なんかあったのかな、向こうに。なんならもうそこ近道で、そん中入ったら実はクリアだったとか。そういうこともあったのかな。入ってみるべきだったな。とりあえず異変ないと思う。多分大丈夫。OK。次が6。いいね。あれ、あと2回。ここが6。6、7、8。あと3回。クリアしたら多分クリ、うん？え？異変だよな、これ。明らかに。怖っ。めっちゃ見てくるこいつら。何？めっちゃ見てくんだけど。同じ顔して。すげえ無表情。怖っ。おお！あれ？何？あ？戻された。は？何あれ？即死トラップなの？もしかして。即死トラップだ。マジか。またこれやり直しってこと？あれ？これいくつからやり直し？ 6 から？ 6 から？ 1 から？なんだ？怖っ。即死トラップあんのか。あ、そう。っていうことはあれだね。ここが空いてたやつも、行ってたらダメだったかもしんないね。もしかすると。多分大丈夫。ええー。マジか。うわぁ！ 1 からだ！マジかよ。わかった。なんか怪しいやつ見たら、もうじゃあ、すぐ、引き返さなくちゃいけねえんだな。あんまり近くに行って観察しようとしたらダメなんだ。ちょっと、待って。なんか、よし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 。あぶね。なんだよ。そうか、今のところちょっと分かりやすいけど、あれだね、興味本位、好奇心をくすぐられるようなものばっかりだからさ、ちょっと近づきたくなっちゃうんだよね。うん、だけどダメなんだ。好奇心出したらダメだ、これ。好奇心出すと一生この地下通路から抜け出せなくなる。あれ大丈夫だよね。うん、靴、なんか靴の色がすげえ灰色というよりは、俺が認識した灰色よりもっと薄いような気がするけど、あんなもんだったよな。うん、異変はないと思う。うん、大丈夫かな。急に異変がなくなっちゃった。これで 3？ ああ3だ。はい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 、いいですよ。怖いな、もう。またあの男2人あの男2人だったらやだな。看板変わりない、ポスターも多分大丈夫、おっさんも変わりない。ああ、靴間こんなもんか。こんなもんだな。まばたきも、まばたきじゃない、こっちか見てない。扉も開かないよね。
怖っ。消火栓の禁煙ポスター、オッケー。あれ全然異変が起きないんだが、4、あ、もう4だ。異変が起きないままここまで来てしまったな。そういうパターンもあるんだな。おっさんはでかくない、ポスターがあって、あれでももう この感覚でいいんだったらいい加減クリアしちゃうぞ、さすがに。だって異変に近づかなければいいんでしょ。さっきのも、なんだろうな、見つけられなかったっていうよりかは、ちょっと好奇心に負けたっていうだけの話だから、多分大丈夫だと思う。これ今更だけどさ、こんだけくる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 視線回してっからすげえ酔っちゃうかもしんないね。ごめんね。あれ？え？あれ？ちょっと待って。うわ！これ間違えたんだ。これさ、見れるかな？何かが違ったんだ。え、何が違ったんだろう。ポスターめっちゃ細かいところが違うとかそういうこと？いや、わからん。いや。あれ？違うな。ん？ちょっと待ってよ、これ。これさ、ポスターこんなにでっかかったっけ？あれ？なんかこれぐらい近づいてようやく全体像。びっちりみたいな感じなかったっけ。びっちりどころか、なんかめっちゃはみ出してるような気がすんな。こんなもんだったっけ。4つ間隔、4つ弱間隔ぐらいでポスターがかかってる。これは0だよね。あれれ、うわ、ちっちゃいな。ちっちゃいよねこれ。ほら、7つ弱間隔くらいになってるもん。うわー、気づかんかった。マジか。なんだろう、あれ、鼻から大きかったんかな。とも、なんか徐々に大きくなってたのかな。もう少しポスターもよく見た方がいいのか。とりあえずは大丈夫だよね。とりあえずは大丈夫そう。で、分電盤の、OKOKOK。大丈夫だよね。これはさすがに大丈夫。大丈夫だと思う。あれ？あ、1ね。OK。なんかだんだんと自信がなくなってきた。禁煙でしょ？ポスターは大きくない。大きくないね。おっさんも大きくないし。何？何？うわー、ちょっと待って。おっさん、やべ。これ、どこまで来んの？あ、そっか。危ねえ。おっさん完全に、飲み込まれたな。しかもなんか赤かったぞ、あれ。あ、来た。めっちゃ平然と来た、あいつ、あれレベルの異変すら感じ取れないからずっと、さまよってんだな。マジか。で、あれスマホ見て多分攻略見てんだ。今回も異変なかったかな、みたいな。いや、異変があると感じてるから、引き返してんのかな、あいつは。だけどちょっと歩みが遅えな。巻き込まれてたぞ、完全に。おっさんを迎えに行って、おっさんは異変ない。もうおっさんそのものが異変なんだけどな。うん。大きくないよね。大きくないし、大きくなってるわけでもなさそうだよな。うん。どういう状況下ででっかかったんだろうな。鼻からでっかかったんかな。え？また動いた？こいつ。いや。目の縁がゲジゲジになってないから動いてないよね。そういう風に見えただけだな。多分。オッケー。これまた異変ないような気がするけど、大丈夫かな、マジで。さっきそう言って絵がでかくなってたからな。よし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 、3ですね。まずい。クリアできんのかな？もうちょこ、なんかおっさん、足速くない？これ
めちゃくちゃ足速いんだけど、怖っ。これは完全なる異変。4。おほほほほほほ、こいつ展示ブロックの上で止まらなかったな。あっそう、うーん、オッケー、異変です。これぐらい分かりやすく垂れ。なんかさ、向こう薄暗くない？気のせい、気のせいか。おっさんちっちゃいか。いや、ん、どうだ、なんか向こう薄暗いような気がするんだけど。何もかもが疑わしいわ。いっそ、そんなことねえか、気のせいだな。そういう違いじゃねえんだよな、多分。もっと分かりやすいんだけど、見るべきところ見てないと気づかないみたいな、そんな感じだろ多分。こういうところね、ちゃんとよく見て、こういうところ、これこんなところに屋根裏に続くやつあったっけ、てかここにもあったっけ。いや見てなかったな。そこにもあるんだ。あー、うん、なるほど。まあでもカメラと同じ数だけあるのかな。カメラも3で、屋根裏も3だな。 OKOK。 少しずつ情報をアップグレードしていけばいい。で大きくなってないと OK、 多分大丈夫だと思う。大丈夫、大丈夫、うん、 OK。 色もこんなもんだったよね。 OK です。次いくつだっけ、4だっけ、あ5か。 OK、 いいよ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 、順調です。おっさんはでかくもなければ早くもなくて、禁煙ポスターも OK でしょ。でおっさんは、おっさんも特に変わりなし。でポスターも特にか、え、ちょっと待って、これこんなんじゃなかったよね。これ怖えな、近づくとなんか襲われそうで、さっきのやつみたいに。大丈夫だよね、大丈夫かな。振り返った瞬間にこいつがいるとかじゃないよね。そうなったら俺もうこれ積んでんだけど、よく確認しとくか。もう積んでんだったら、もっとなんかそのなんだっけ、あれは素材やったっけ、なんだっけ、なんかそんな感じのやつみたいな感じの顔が完全にクレヨンで塗ったみたいな感じの顔になってるな。すげえ怖えな、これ振り返った瞬間にいたらマジでごめん、俺心臓飛び出てやめるわ。いきます、3、2、1。はい、あ、いない。よし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 、やったぜ。6、6、来たよ。2人組いない、おっさんでかくないし早くもない、タバコ大丈夫、ほらほら、こんな感じ、こんな普通に可愛らしい感じなのに、めっちゃクレヨンだったわさっき。おっさんも変化ない、クレヨンみたいな顔もしてないし、相変わらずの薄毛に靴下履いてないと。 OK、 いいよ、大丈夫、ひっくり返ってない、目も動いてない、こっちも、おっ、あー、そうだよな、うん、右側がデフォですわ。これはまあどっちも押して開けるタイプの扉なんだけど、これはあれだね、完全にバコンつって向こう側に押していくタイプの扉だな。あ、そう、へえ、これ入れる、入れねえか。なんかこの清掃員詰め所に恨みがあるのかな。清掃員詰め所ばっかだよね、さっきから異変があるの。あれでももうこれで次7じゃないか。あ、いいね、クリアできちゃうぞこのまんま。いいよ、ちょっと気引き締めていこうか。パッと見おっさん変わりなくって、扉も異変なくって、女の人も大丈夫、休みの日も大丈夫だね。うん。木曜休みの日曜休みの土曜日半休と。で、おっさんは？うん。多分変化ない。で、上下逆さまになってない8番出口と、1000円で1110円にもなってないと。で、顔も大丈夫。これ犬の並び忘れてしまったけど、こんな風だったっけな。
コーギー、ブルドッグ、パグ、ヨークシャテリア、プードルだったっけ。で3000円と5000円多分間違いねえと思うけどな。もうこれは無理、これに違いがあったら無理。唯一覚えてるのはここにウォーリーらしき人間がいるっていうことぐらい。多分大丈夫で、これも白黒に茶色めね、うん、花が生えてる。これも青赤黄だったね。10月10日の3000円。目も動かないし、大丈夫そうな気がする。扉も大丈夫だよね。カメラあって、屋根裏あって、この辺にあれもう一個、あそっか、そことカメラと、あれ何も間違いないような気がすんな。次が 8？ もうクリアしちゃうよこれ。8、これこれでクリアか。もう一回やったらクリアかな。あ、もう一回やったらクリアか。ここだな。ここ大切。大切。4つの、白タイル4つの8つ。で、展示ブロック。OK。いいよ。大きくなってないよね。大丈夫。おっさんも変わりない。相変わらず異変を見つけられてない。顔をしている。顔大丈夫。お金も多分大丈夫。犬の並びも多分大丈夫だと思う。で、ウォーリーはいるし、大丈夫だような気がするけどな。大丈夫だと思う。多分。急にバーンとかじゃなければ。これでクリアってことだよな。合ってれば。やった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 、クリアだよね。クリアです。あ、なんか走れんくなった。あ、走れた。あ、ピヨピヨと言って、お、やったぜ。結構早かったんじゃない。30分ぐらいか。30分ぐらいでクリアです。そうか、ちょっとあの好奇心を出してしまったがゆえに一発クリアって無理だったんですけれども、あの好奇心さえ出さなければ、まあ、普通にクリアできたんじゃねえかなみたいな感じですかね。うん、あ、そう、あ、なんだ、あ、これも また戻されたな。戻されたね。地下通路ご利用いただきありがとうございます。ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、見つかっていない異変がまだ22個もあるのか。あれ今いくついったっけ。ちょうど異変が全部で30個ぐらいあるのかな多分。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。なるほどね、まだまだあるんだな。ちょっとチラッと見てみる。チラッと見てみようか。あれぐらいの、もう少し、なんだろう、テンポ速くてもいけるような気がすんな。ねえ、もう今とりあえずポスターは大丈夫でしょ？こっちも大丈夫。なんかもう一つか二つぐらい新しい異変を見つけたい気がするな。で、おそらく間違ってたら間違ってたで、戻ったら見れるんだよね。多分ポスターが大きくなってるの、まさにそういうことだったと思うんだけど。最悪戻れば見れる。大丈夫。大丈夫。うん、これもまた異変ないような気がするけどな。異変ないな。異変がないと俺一生やってなきゃいけないんだけど、これ一旦終わりにしたいんだけど、一旦終わりにしたいけど終われねえな。なんかおっさんこっち見てない？ほら、めっちゃ俺のこと見てんだけど。これは異変か？これは異変だよな、さすがに。見てなかったもんね。あ、異変だ。ようやくあいつもしかして俺のことを認識したのか。めっちゃ見てるもん。
まだ見てる？まだ見てんな。あそこで立ち止まってスマホを見るわけではなく、俺を見ている。なるほどね。これで、ね、20? あ、1個になった。あー、なるほどね。そうやって減っていくんだ。うわ、これちょっと気になるな。こういう、まあ、考え方によっちゃ怖いけど、おっさんが見てるって。こういうユニークな感じの異変もあるわけだ。なるほどね。もう一個ぐらい見ときたいような気がするけどね。そんなスッとは異変起きねえかな。はい、4。もう本当にこれぐらいのテンポ感でいけるんだな。行こうと思えば。全然楽勝な気がするけど、なんか今変な音した？そんなことないよね。あ、これ顔じゃね？え、こんなシミあったっけ？うわ、これさ、動画にしたらわかるかな。すげえほんのりとだけど、なんだろうな、目両目とも黒く塗りつぶされた、口をガバッと開いてる顔みたいなシミがあるんだけど、これも異変なような気がするな。多分異変だと思う。あー、合ってるのかな。あー、一応減ってるから多分あれが異変だったんだよな。ちょっと一遍見てみようか。この辺だったよね。あ、やっぱない。あれが異変だったんだ。確かこの辺に顔っぽいやつがあったんだよね。おっさん見てない？大丈夫だね。あれはでも、ちょっと視聴者さん的には納得できない異変だったろうな。もう一個ぐらい見ときたいな。もう一個ぐらい頼むわ。もう少しわかりやすいやつ。っていうか、これクリアしちゃうぞ俺。この調子でいいんだったらクリアしちゃうぞ俺。ないね。大丈夫そう。次7。あれ？うわぁ。なんか見逃してる。何見逃したんだろう。え、消火器のさ、こっち側の赤いラベルの方ってあったっけ？よく見てねえな。そこはよ、あ、やった。これ。またでかくなったわ。あ、ってか今、ナウででかくなってるね。ナウででかくなってるな。ほら。あー、大きくなってってるんだ。だから、あのスピード感だと、ダメだな。これ見逃すな。おい、今止まったね。なるほど。これも引き返してもダメ？さすがに、さすがにダメか。OK です。ということで、まあ、もうとりあえずこれぐらいにしとこうかな。うん。で、まあ、残りの異変、あと20個か。20個っていうのは、もしかしたら、別動画であげると思います。ということで、まあ、とりあえず、今日はこんなところで終わりにさせていただきたいと思います。でもって、実に3年近くぶりの実況動画だったんですが、まあ、まずはここまで見てくださってありがとうございますというのと、なんでこんなに期間が空いてしまったのかと言いますと、まあ、いろいろと訳はあるのですが、まあ、大人の事情とかってのは一切ないですね。本当に俺個人の問題、メンタルがやられてたとか、そういうわけでもなく、本当に俺個人の問題なんですね。で、まあ、とりあえずこの場で言っておくことっていうと、この動画が上がる前後あたりで、いくつかの実況シリーズってのが非公開になってると思います。削除は多分してないと思う。うん、非公開にしてると思う。もちろん大人の事情とか関係なくですね。で、なんでそうしたのかっていうのは、まあ、このゲームの中で話すべきことでもないので、また別でちゃんと枠を取ってお話ししようかなみたいな感じなんですが、あれですね、一度も10分間で収まったことのないラステンラジオか何かで、ここ3年くらいのことをお話ししようかなと思っております。なんで動画消えたんだとか、なんで3年近く期間が空いたんだとか、他のシリーズはどうなるんだとか、
まあ、もし気になる方がいたら、おそらく近々上げるであろうそちらの動画を見てみてください。まあ、とりあえず今回は、今回の動画はこんなところで終わりにさせていただきたいと思います。もしこの動画が面白いなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターじゃねえんだな、今もう。ツイッターじゃなくなってるわ。なんだっけ、X になってるわ。ちょっと待って、X ってこれ語呂的にどうなんだろう、合ってんのかな、ちょっと一品行ってみるか。もしこの動画が面白いなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、X のフォローを、合わねえような気がすんな。もう X のフォローいいや。グッドボタンとチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。